この断面どうですか。おお。どうも皆さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はロード画像でございます。はい、前回のさせていただいたんですけども、塩事業センターさんとのコラボでございます。はい、前回はね、鶏むね肉をやったんですけども、非常に好評でですね、今回もうまいこと塩を使ってくれないかと言われましたんで、任せてくださいと、そんな感じで、やっていきたいと思います。さっき一これこういうお塩でございます。僕がねいつも使ってるのこのお塩、ソルルン姫っていう、このパッケージになって7年ぐらい経つらしいんですけども、ソルルン姫ちゃんはなんとカレーパンダをね作った方が作ってくれたらしいんで、このパッケージですかね、このパッケージで、見つけてみてくださいこれね。ということで今回はですね、それだけやりたかったお塩の料理がありまして、塩釜焼き。やったことある方ってそんないないと思うんですけども、この動画見たら絶対やりたくなります。最高に簡単で最高に美味しい塩釜焼き、これ今やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきます。今回の塩釜焼きって言っても、今回お肉の塩釜焼きなんですね。で今回豚ロース、500g から 600g ぐらいのものですね。まあ、肩ロースがいいかなと思うんですけども、巻いたね豚バラとかでもできますこれ。で卵が2個なんですけども、これまあ、ちょっと卵白を使っていくんですが、卵黄はソースの方に、します。2個ですね。ニンニク、まあ、これが3かけぐらいですかね。この一番大事なのがパッケージに、ソルルン姫が、いるですね。この食塩1キロ、 500g とかも売ってるんですよ。 500g とかも売ってて1キロがあって、あとまあこういうね5キロサイズとか減塩タイプとかにがりが入った食塩とかもあるんですけども、今回は、この1キロタイプ、これね使い切ります。今回1キロ全部使い切る。塩釜焼きってね、たっぷりのお塩を使って、塩でね釜を作るような感じなんでね、これを使い切ります。今回これを使ってやっていきます。今回ね、お塩使っていくんですけども、塩のね一番いい使い方っていうのを皆さんにご紹介したいなっていうふうに思います。いろんな用途があるんですけども、まあ、僕が一番やる用途のものをねちょっと紹介させていただきたいと思います。はい、まあ、ここにね取り出しますよね、僕の大好きな、日本酒なんですけども、これとねお塩で、せっかくなんでにがり入りのねお塩、これねちょっと粒が大きいんですよ。粒が大きいと下に乗るとねまた味が変わってくるんです、普通の食塩と。皆さん、これが一番いい塩の使い方、最高にうまい、この飲み方が一番だ。じゃあそろそろ料理をやっていきたいと思います。まずねこれね、ニンニクをねこう差し込んでいくんですよ。まあ、ニンニク切るじゃないですか。で潰す、で潰すと、まあ、こんな感じになりますよね。これを潰して、剥いたニンニクをちょっと縦長に切っていくんですね。だからこの状態でこう切っていくんですよ。ちょっと細長く、はい、ちょっと 細長く切っていきます。こんな感じで、こんな感じでね切っていきます。はい、お肉にねこのニンニクを差し込むんですよ。包丁の先をこうプスッと刺すんですよ。プスッと でね何箇所か刺してください。これこんな感じで、この穴にこれ、ね、ニンニク差し込んでいくの。はい、こんな感じ。こうするとね、肉の中までね、ニンニクの香りがね、ついてね、すっごくうまいね、塩釜焼きになるんですよ。でね、このやり方をするとね、焦げないの。肉の内部に入れるから。で肉の内部に、こう、埋め込んでいくんですね。はい。これをやると、やらないとでね、味全然違うんでね。これはね、イタリア料理の手法なんですよ。アリスタっていうね、向こうのローストポークがあるんですけども、それはね、こういう風に、ローズマリーとか入れるんですよ。今回はね、ローズマリーは入れない。ある方はね、ローズマリーとかやってもいいんですけども、こんな感じ。はい、でこれを全体にやっていきます。刺していきます。こんな感じで、どん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 こうニンニクを差し込んでいきます。これがね肉にいい香りがつくんですよ。これこっちの面も入れましょう。はい、こんな感じですね。まあ、ちょっとニンニク余りましたけど、でここに、黒胡椒、粗挽きの黒胡椒があるんで、もう黒胡椒をね全体にかけていきます。はい、もう全体にまぶす感じですね。ちょっといい感じにまみれたなと思ったら、お肉の下ごしらえこれで終了です。はい、それではですねフライパン持ってきました。で、これから塩釜焼きやっていくんですけども、この1キロのお塩、まずね全部ねこれねフライパンに入れちゃうんですよ。ザーッと、はい、
ですね、1キロの塩使い切ったことないでしょ皆さん、はい、今回全部使い切りますから火つけないでくださいね、まだね、ちょっとくぼみつけて、でここに、卵白だけ入れていきます。はい、こんな感じでね、卵白だけ入れていきますよ。卵白のこう効果でこうお塩が、ね、固まりますんでね、固まったお塩が釜の役割をするんですね。これがうまいのよ。 500g に対してね、あの卵白1個分ですね、で大丈夫です。あ、 500g に対して卵白で今回は、倍なんでね。で卵黄は取っといてくださいね、後でねソースで使いますから、混ぜていくんですねこれね、全体を。でもちろんボウルでやってもいいんですけども、洗い物増えるんでフライパンのままやっちゃいます。こうやってねこねていく、卵白が全体に回って、塩釜の元になりますんで、揉み込んで全体にこの卵白を染み込ませるような感じ。今回はね 600g のお肉でやってね、 600g だとだいたい倍ぐらいのお塩のまあだから 1キロとかで、まあ、やっと包める感じですかね。塩釜焼きってすごいハードル高い感じがあるじゃないですか。フライパンで全然できます。全然できるし、むしろフライパンの方がうまいんじゃないかぐらい美味しい。これ全体的にほら見てください、クリーム状になってきますね。これね一回広げるんです。これね広げて、平らに広げます。さあもうお肉トーン、ね、塩かぶせる、ね、1キロのお塩なんでちゃんとかぶさると思います。ほらこんな感じで、こんな感じですよ皆さん、塩のエベレストや。でまあ完全にお肉隠れましたね。ねここにねアルミホイル、これから蓋するんですけどね、アルミホイルもねあの保温性高いんで、これねちょっとこう山を包むような感じで2枚ぐらい使った方がいいですね、アルミホイル。でこれねアルミホイルがねあのフライパンの外出ないようにしてくださいね。これねこんな感じ、これねちゃんと蓋閉まりますから。じゃあねあのフライパン今回使ったのは28センチの深さがちょっと6、7センチのものを使ってます。これが一番いいですね。この状態で中火と弱火の間、イエーイイエーイイエーイ、これで、50分あって、10分ね余熱で放置して、そんだけでもう完成なんですよ。超簡単でしょこれ、フライパンでこんな簡単にできるんですよ。それでは50分後に皆さんとお会いしたいと思いますんで、50分後へワープ。はい、ということで、50分経ちました。50分経って、僕もいい感じで蒸されております。50分経ったので火消しちゃいましょう。このままでも火は通ってるんですが、このまま火を消して余熱でこうギュギュッと火を通すことによって、豚肉がさらに柔らかく、さらに旨味がギュッと詰まりますんで、ここで開けたい気持ちをちょっと抑えて10分待ちます。蓋開けないで大丈夫ですよ。じゃあ10分ちょっとお待ちくださいね。はい、じゃあ皆さん10分寝かしたのがこちらでございます。ちょっと開けてみましょう。はい、開けるとね蒸気すごいです。もう中もう熱々、ほらこんな感じです。表面ねカッチカチなんですよ。カッチカチだぞ。こうトン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 やっていくと割れていくんで、こうパカッと、はい、あの開ける時にこの塩のかけらがあのお肉にかかんないように、あのかかるとねちょっとしょっぱくなっちゃうんで、ほらこうやってポコッと、ほら肉の塊。お塩をねちょっとあの拭ってあげてください。もうねこれね塩釜で蒸してるんで、お肉はねものすごいいい塩味がついてるんです。お肉って加熱すると縮まるんですね、はい、縮まる時にあのお塩のねあの味もキュッと入ってるんですよ。釜で焼いたような感じになるんですよ。塩釜の中ってオーブンなんですよ。オーブンで低温でじっくり焼いた効果がこれでつくんですね。食べると分かるんですけども、びっくりするほど柔らかいんですよこれ。うまそうでしょこれ。切っていきます。もうねめっちゃ柔らかいのが分かるんですよ切ってて。これよ最高のローストポークなのよこれ。この断面どうですか。おおたまんねえな、たまんねえな、たらびっくりするみんな。こんな感じで
こんなうまいに決まってるじゃん。俺の豚料理の中でトップクラスうまい。でまあこの卵黄、ただね崩しただけの卵黄添えて至高の塩釜焼き完成でございます。はい、それではできました。食べます。いただきます。くぅ、いってきます。ニンニクもね、刺して詰まってんすよ、これね。卵黄、これソース代わりにかけてください。これです、これ。いただきますよ。非常にジューシーです。これはうまい、たまんないっすね。こんなうまい肉料理あったんだって感じですね。旅の仲間を呼びたいと思います。達也、うわこれ暴力性がすごいね。いただきます、はい、いくらですかこれ。豚がね、だいたい700円のお塩が1キロなんだけど、お塩高いと思うじゃん、1キロで標準販売価格124円、124円と800円の豚バラで。レストランでしょこれ。レストラン、本当にレストランこれすごいね。肉のうまみやばくない、うん、塩だけよ、やばい。味付け500から 600g の豚肉にこの1キロの塩で包んで焼くのが一番、最高の塩加減なんです。すごっ。意外とそんなに工程がないから包んじゃえばさ、もう放置なのあれって。そうだよ、これでね、おうち時間過ごしてほしいな。これ僕も分かります。タツはもう相当うまいと思ってる顔ですねこれね。この卵黄はもう少しこう流してもらって、そうすると塩味もまろやかになるんでね、もうちょっと香りが欲しかったらローズマリーだとか、香草とかちょっともうすり込んでもらって。あんだけいつも感情がないか達也が。感情がないです。感情はあるけど。感動するじゃん、これ。これは感動します。感動するじゃん。これはもう、本当に嬉しいです。ということでですね、感動冷めやらぬ感じですけども、本当にうまいの、これ。これを皆さんに体験していただきたい。今日の塩釜焼き。この動画見た人全員やってください。ぜひやってみてください。